鏡を覗くと何が見えます？今日は私たちの体に関する面白い豆知識情報をいろいろお話ししたいと思います。自分のことをくすぐることはできませんよ。試してみてください。脳は事前にくすぐられることを知っているので、そのための準備に入ります。他人の場合は準備ができないのでくすぐったいんです。その後、僕はブチギレるなんて嘘ですが、一般的に人には15万本の髪の毛があって、クルーズ船のアンカーと同じ約13トンを持ち上げることができます。鋼ほど強くはありませんが、アルミニウムよりも頑丈です。髪の毛は強いだけではなく、弾力性もあります。濡れると約 30% も伸びるんですよ。人は平均的に1日40から150本の髪の毛が抜けます。多いように聞こえますが、5万本以上の髪の毛が抜けないと薄毛に気づきません。人間は人生を通して35トンも食べます。これはスペースシャトルと同じくらいの重さです。髪の毛を切らずにいると生涯約 965km も髪の毛が伸びると言われています。グランドキャニオンの2倍の長さです。毛を剃るのは地味に時間のかかる作業です。平均的な女性は生涯足の毛を剃るだけで72日間も費やします。男性はヒゲを剃るのに4ヶ月かけるそうです。爪は誰もが切るもの。しかし放置したままだと生涯約2メートルも伸びます。脳は約2500万ギガバイトを保持しています。これは大好きなテレビ番組の300万時間です。皆さんのお気に入りの番組は何ですか？下のコメント欄で教えてください。我々は第6感を持っています。それは深部感覚。体の様々な部分が空間のどこにあるのか教えてくれます。だからこそ足や腕を見なくても階段を登ったりボールが投げられるんです。人間が1日で瞬きする平均回数は3万回。実際のところ起きている時間の約 10% は目をつぶっています。誰もがみんな暗闇で光ります。人間の目はそれがわかるほど敏感ではないので見ることはできません。ちなみに顔の方が体よりも光るそうです。また午後遅くに最も強く光り、夜はそこまで光りません。残念ですね。年齢とともに目の色が変化する人がいます。虹彩は瞳孔拡張によって異なる色合いに見えることもあり、感情で変わることもあります。怒った時に目の色が暗くなる人がいるのはこれが理由です。我々は通常4秒おきに瞬きをします。しかし本を読んでいる時は回数が減るそうです。だからこそ本や画面を見ると目が疲れます。新生児は最初の数ヶ月涙を流して泣きません。ただ大声で泣くだけ。大人になるまでに1日小さじ2分の1ほど涙が作られます。目自体は二次元の世界が逆さまになって見えるそうです。しかし脳はそのイメージを素早く 3D に処理しひっくり返します。我々の目は赤、青、そして緑だけしか特定できません。その他は全てこれらの色の組み合わせでできています。合計約700万もの色が知覚できますが、わからない色もたくさんあります。目のレンズを持っていない人は魚、鳥、蜂、そしてトナカイのように紫外線を見ることができます。電力線も輝くんです。気づいていないと思いますが、あなたの周辺視覚はほぼ白黒です。これは網膜の外側よりも中心の方が錐体と呼ばれる色検出ツールが多いためです。網膜スキャンは指紋スキャンよりも信頼性が高いです。指には約40個の異なる特性があり、目は256個もあります。つまり人によって世界の見え方が違うということ。鼻と副鼻腔は1日に 1.5 リットルの粘液を生成します。しかしそのほとんどは喉を通って下るんです。それは知りたくなかった。食べ物の 80% は嗅覚を通して感じます。だからこそ鼻づまりの時や鼻をつまんだ時、または飛行機に乗っていて乾燥する時などは味気がなくなるんです。人間の鼻は約1兆個ものユニークな香りを検出できます。
しかし犬はその10万倍、場合によっては1億倍も優れています。英語を話すフィンランド人を対象とした研究によると、外国語を学ぶと声帯に負担がかかるそうです。2言語以上話すと声が高くなります。しかしこれは悪いことではありません。専門家は年齢問わず外国語を学ぶことで注意力と集中力が向上し、脳が成長することさえあると言っています。唾液はろ過された血液です。腺は血液に色を与える赤血球を放出しません。朝の口臭は夜間に唾液で洗い流されなかった蓄積された細菌の匂い。取り除きたいのであれば歯を磨くついでに舌も磨きましょう。匂いの 85% はそこから来ています。人間の体は 60% 水です。組織内のすべての水分を取り除いた場合、体は収縮し体重も3分の2減ります。まるでレーズン人間のようになるそうです。我々は毎年約4キロほど皮膚細胞を失います。4リットルのペンキを持ち上げたことはありますか？重さはそのくらいです。手と足には体の半分以上の骨が含まれています。爪は世代ごとに早く成長するため、曽祖父母があなたと同じ年齢だった時よりも爪が早く伸びているはずです。爪の成長は人の健康の指標。80年前よりも現代の方が健康的な食事と栄養素が手に入るんです。足の爪よりも指の爪の方が早く成長します。より太陽を浴び空気に触れ使われるからです。大人の体には平均的に石鹸が7個作れるくらいの脂肪が含まれています。鳥肌は進化の残り物です。祖先は毛を立たせ敵の前で大きく恐ろしく見せていました。怒った猫がシューッと言いながら体を丸めるのと同じです。親知らずも祖先から残されたものです。人間の脳が大きくなるにつれて口の中が狭くなり、歯の場所がなくなりました。また丈夫な植物や根を噛み砕く必要がないというのも理由の一つ。代わりに大きな脳みそを使って料理をし始めたんです。心臓は拍動ごとに3分の1カップの血液を送り出します。ちなみに1日で打つ鼓動の数は10万回。すごいですよね。人間の首にはキリンと同じ数の椎骨があり、その数は7つ。背骨は450キロまでの重量に耐えることができます。だからといってグランドピアノを肩で持ち上げるのはおすすめできませんが、いくら力があるとしても。そこまで鋭くないですが、あなたの歯はサメの歯と同じぐらいの強さ。人間のエナメル質の方が柔らかいですが、歯には特殊な結晶構造があり亀裂を防いでくれます。腕を横に伸ばしてみましょう。指先から指先までの長さが身長です。小指は握力の半分を占めますが、親指は依然として最も重要な指です。親指がなければ握ることさえできません。我々の骨は鋼の5倍強いです。飲み込むことと呼吸を同時にすることはできません。しかし1歳以下の赤ちゃんはできるそうです。目の角膜は体の中で唯一血液の供給がない部分です。空気から直接酸素を取得します。人間の体には1500万匹の蚊を養うのに十分な血液があります。体内には 7.5 センチの釘が作れるくらいの鉄が含まれているそうです。耳垢は体に良いもの。細菌、汚れ、そして乾燥によるかゆみから耳を守ってくれます。そのため実際には耳の中をきれいにする必要はありません。勝手に耳垢が押し出されるのを待ちましょう。夕方よりも朝の方が背が高いのはご存知ですか？一日を通して膝の軟骨と脊髄の円盤の間の空気が重力によって圧縮されます。そして眠ると再び縮むんです。朝起きるのが難しいのは、脳が前日のストレスから直感的にあなたを守ろうとしているから。優しいですよね。次回遅刻しそうになったら上司にそう伝えましょう。今日何か新しいことが学べたら、高評価、お友達との共有をお願いします。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。